すべての決着の時。いよいよ正念場です。ジレンに孫悟空、これまで神々を驚かせ続けてきた二人の決戦。皆さん一瞬たりとも見逃すまいといった様子ですね。凄まじい攻防、悟空さんの動きより鋭くなってます。じゃがここぞという時の一撃が決まらんようじゃ。ケフラさんの時と同じ攻撃の際、悟空さんの中に考えが生じてしまっているのです。攻めようとする瞬間、頭を駆け巡る様々な思考、そして判断、身勝手の極意においてそれらは技を鈍らせ、本来あるべき威力の発揮を妨げる枷となる。このまま一撃も有効ダメージを与えられず、いたずらに時間と体力を消費するのは避けたいところですが。カメハメハ、ケフラを倒した戦法だ。苦肉の策じゃが、あれに勝てるほかあるまい。